可愛すぎる女子バレー古賀紗理那最強伝説。バレーボール女子日本代表の新キャプテン古賀紗理那選手。1996年5月21日生まれ、180cm、66kg。スタイルはまさにモデル級です。V リーグ、ディビジョン1の NEC レッドロケッツ所属。佐賀県神崎郡出身で、小学2年生の時、母とアタックナンバーワン、実写版の影響を受けバレーボールを始めました。小学後、6年生の時には、全日本バレーボール小学生大会、全国大会へ出場。中学3年生の時に出場した、全日本中学校バレーボール選手権大会で3位入賞、優秀選手選出。高校はバレーボールの強豪、熊本市内女学院高校に進学し、キャプテンを務めていました。高校1年生の時に、第9回アジアユース選手権の代表メンバーに選出、MVP とベストスコアラーを同時に受賞。高校2年生の時に日本代表メンバーに初選出、若干16歳にして日本代表デビューを果たしました。2014年6月、東京オリンピックの強化指定選手である、チームコアのメンバー8名に選出されました。2015年、V リーグの8チームによる争奪戦が繰り広げられた末に、NEC レッドロケッツに入団。2015年 FIVB バレーボールワールドグランプリの出場メンバーに選出され世界3大大会デビュー、ベストレシーバー賞など数々の賞を受賞しました。2016年、2015、16、V プレミアリーグにおける最優秀新人賞を受賞。2017年、2016、17、V リーグアワードで最高殊勲選手賞初受賞とベスト6を受賞。2021年2月21日、2020-21、V リーグ、ディビジョン1、ウーメンの個人賞で、ベスト6に選出。総得点、サーブレシーブ成功率でチームトップの成績を残しました。2021年東京オリンピック予選ラウンドの第1戦、ケニア戦の第3セットで足をひねり負傷、オリンピックデビュー戦で負傷退場となりました。しかし予選ラウンド4日目となる韓国戦でスタメン出場で復帰、ツイッターのトレンド入りを果たしました。2022年バレーボール女子日本代表の主将に就任。古賀紗理那選手のこれからの活躍にも期待です。